Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sword Art Online Fatal Bullet. Heute gibt's die letzten Zwischensequenzen des kompletten Spiels. Danach gibt's keine Zwischensequenzen, nur noch halt die Endsequenz werden wir dann sehen. Und dann war es das eigentlich. Heute gibt's wie gesagt nochmal Zwischensequenzen. Ab nächste Folge geht's dann los mit den DLCs. Und wenn wir dann mit den DLCs durch sind, geht's dann los mit dem großen Finale dieses Spiels. Sword Art Online Fatal Bullet, das große Finale dieses Spiels auf schwer. Und dann werden wir auch die Platin-Trophäe erhalten. Das heißt, seid unbedingt in den nächsten Folgen dabei bei den DLCs. Ich denke mal, die werden bestimmt interessant. Ich weiß bisher noch von nichts, wie die laufen werden. Trotzdem bin ich da sehr gespannt, wie die laufen werden. Aber ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß mit den letzten Zwischensequenzen. Und zwar im Kirito-Modus mit Kirito bei Steria und zweimal bei Argo. Das sind, wie gesagt, die letzten Sequenzen, die man in diesem Spiel triggern kann. ただいま。キリト一人？ということは今時間あるよね。まあ特に予定もないけど。それじゃあデートしようよ。デート。最近エネミーと戦ってばっかりで飽きてきちゃったんだもん。確かにこのところ狩りやバトルが増えてたかもな。腕を磨きたかったからってのもあるけど。根を詰めすぎると能率が上がらないんじゃないかな。たまには思いっきり羽を伸ばさないと。それもそうだな。他のメンバーもいないし、出かけるか。そう来なくっちゃ。それじゃあ早速出発。それで欲しいものとか見たい装備とかあるのか？そんなの歩いてればそのうち決まるよ。ほらほら、あっちのゲームコーナーとかどう？キリトはゲーム得意だもんね。まあゲームと名のつくものは大抵好きだな。だよねだよね、私も大好き。あ、ほらカジノバーだって、行ってみようよ。見て見てキリト、ディーラー体験、あなたもディーラーになってみよう。もしディーラーで勝てばその分のチップは総取りなんだって。やってみたい。え、あれを？でも向こうにいるディーラーの服って。すみません、私参加します。あ、おいストレア、受付してきたよ。ディーラーは専用のコスチュームがあるんだって。着替えてくるからちょっと待っててね。じゃーん、美少女ディーラーのストレアです。どうキリト？おなんというか。ねえねえ、似合う？ほらほら、目をそらさないで、もっとちゃんと見てよ。おいおい、あの姉ちゃん、ずいぶん大胆な格好だな。あの子がディーラーやるの？だったら俺ちょっと寄ってみようかな。注目されている。何？やっぱり似合ってる？ストレア、その格好は似合ってるんだけど、ちょっと大胆じゃないか？そうかな。確かに少し胸が開いてるけど、これくらい普通じゃない？あ、もしかして。なんだよキリト、もしかして私をみんなに見せたくないのかな。もう独り占めしたいなんて欲張りさんなんだから。でも愛しのキリトがそう言うならしょうがないかな。なんといってもキリトはパパだもんね。
の男がディラーちゃんの親子で GGO やってるとも思えないよな。だったらあの二人は。まずい、なんか変な誤解が生まれそうだ。ストレア、もう行くぞ。ちょっとキリト、そんな強引に。はい、着替えてきたよ。もうちょっと堪能したかったけど。今度はもう少し違う制服の時にな。その時は一緒に体験しようね、キリト。じゃあ気を取り直して、これからどこに行こっか。そうだな。さあさあ、皆さんベットして。赤ないですか、赤の人。ん、これはストレアの声。それじゃあ行きますよ。何が出るかな。ストレア、すっかりカジノがお気に入りになったみたいだな。でも普通の格好みたいだし、まあいいか。よう、キーボー、今日は一人か。そうだけど、どうしたんだ急に。ああ悪い悪い、いつもは女の子を連れてるから珍しいなと思っただけさ。アルコ、誤解されるようなことを言うなよ。別に俺は。まあまあ話を聞けって。実はキーボーに付き合ってほしいところがあるんだよ。付き合ってほしいところ、どこだ。これから情報を買い取りに行くんだけどな。場所の指定が川向こうの廃墟なんだよ。情報の受け渡しなのに町じゃないのか。向こうが言うには情報の漏れを警戒してだとさ。でも怪しいだろこれ。確かにあえて外を指定してくるのは何かあるかもしれないな。そこでキーボーには俺っちの護衛を頼みたいんだ。キーボーが一緒なら万一敵に襲われても安心だからな。もちろん護衛の報酬はちゃんと払うよ。よし、いいぜ。一人で行かせるのも心配だしな。ありがとな、キーボー。よう、待たせたな。いやいや、こっちも今来たところだ。ん？そっちの兄さんは誰だ？一人で来るんじゃなかったのか？ああ、俺っちのパートナーだよ。遠出するときはいつも一緒に行動してるのさ。それとも、二人で来たらまずいことでもあるのか？いや、別に構わないさ。それより、金の方はちゃんとあるんだろうな。もちろんだ。ほら。よし。それじゃ情報を渡すから、こっちに来てくれ。ついていこうか、アルコ。いや、大丈夫。そこで待っててくれ。わかった。大丈夫かな、あいつ。まあ、ああ見えてアルゴも割と戦えるし、いきなりやられたりはしないと思うけど。銃声、やっぱり襲われたのか。アルゴ、大丈夫か。キーボー、やっぱり罠だ。待ち伏せされた。見ればわかる。逃げるぞ。おら、待てこれ。どこにいたって見つけてやるぞ、こら。そっちの男も一緒に蜂の巣にしまれ。隠れても無駄だ、クソが。
気は完全にチンピラだな。あの二人だけか。いや、もう5、6人はいたよ。あんなに多いとは思わなかった。さすがに正面からの打ち合いは厳しいな。どこかに身を隠すか。それも難しいな。相手はマップ全体をサーチできるスキャナーを持ってるんだ。なんだと。そんなアイテムが存在するのか。超レアアイテムだから、そのドロップ情報を買い取りに来たんだよ。そうだったのか。だとしたら身を隠しても厳しいか。キーボー、相手のターゲットは俺っちだ。キーボー一人ならきっと逃げ切れる。バカ言うな。俺はアルゴの護衛として雇われたんだ。雇い主を見捨てて逃げられるわけないだろ。キーボー、もうすぐ川だな。とりあえず向こう岸に渡って。いや待てよ。キーボー、なんか思いついたのか。アルゴ、服を脱げ。はあ、キーボー何を言ってる。川の中だ。装備を外して川に潜ればスキャンされなくなるかもしれない。そういうことか。俺っちはてっきり。ほら急ぐぞアルゴ。周囲に人の気配はなし。どうやら無事に逃げ切れたようだな。そうだな。やっぱり川の中はスキャンの範囲外になるんだな。装備をかなり外さないと泳げないのが辛いところだが。どうしたアルゴ、いつまで水の中にいるつもりだ。今出るよ。ああ、でも少しは俺っちの格好に気を使ってくれてもいいだろ。そうだったな。すまない。俺っちだって一応女の子なんだからな。もちろんそれは分かってる。ほら、敵が来ないよう、ちゃんと周りを見張っててくれ。あ、わかった。もう、着替え終わったか。ああ、もういいぞ。なんかその、ごめんな、アルゴ。まあ、今回はキーボーの起点で助かったからな。そうだよな。よかった。ああ、結局情報はもらえなかったんだから、護衛料の方もいいよ。いいのか？それは払うつもりだったんだけどな。いや、アルゴも騙されたんだから仕方ないよ。それじゃあ、お言葉に甘えるよ。でも。でも？俺っちのあられもない姿。見たのはキーボーが初めてなんだよな。え、いや、だからそれは敵から逃げるためで。そんな貴重な情報を見せたんだ。せめてこれくらいはもらわないと割が合わないな。なんだこの金額は。払えないってそんな額。いきなりは無理な金額か。だったらこれは貸しにしておくよ。貸し。これからじっくり払ってもらうから楽しみにしておいてくれよ。よりによってアルゴに借りを作ってしまった。何落ち込んでるんだよギーボー。ほら帰ろうぜ。よう、キーボー。そりゃいいな。なあ、
アルゴ。よう、キーボー。お姉さんと一緒に寝たくなったのか？まったくお前にはアーちゃんという大事な人がいるってのに、相変わらず節操のないやつだな。いやいや、ここは俺の部屋だろ。お前が寝てるのは俺のベッド。なんだって？にふふ、そうだったかもしれないな。ま、細かいことを気にするなよ。相変わらずだな。今日はちょっとキーボーに相談があってきたんだ。この薬の効果を試してもらいたくてな。どこから突っ込んでいいのやら。まずはどんな薬か説明してくれ。紫色で泡立ってる液体、どこから見ても怪しいじゃないか。キーボーは SAO の頃から疑り深いな。オレッチとの仲だろ。俺っちがそんな変な薬をお前に試させるわけないじゃないか。そうなのか。ああ、ちなみにそいつは惚れ薬ってやつだ。またの名を再飲剤とも呼ぶぞ。おい、むちゃくちゃ怪しいじゃないか。そう、怒るな怒るな。さすがの VRMMO でもそんな際どい薬が出回るわけないだろ。名前のインパクトがでかいだけでちょっとテンションが上がる程度のものさ。ああ、きっとそうさ。微妙な含みを感じるぞ。まあ、誰も試したことないからな。だからこそキーボーにお願いしているわけだ。おい！だから怒るなって。ま、そのうち気が向いたら試してくれよ。気が向く時なんて来るわけないだろう。Okay, das war's also mit den ganzen Zwischensequenzen, die es in diesem Spiel so gibt. Ich habe euch im Grunde genommen jede Zwischensequenz gezeigt, die man in diesem Spiel bekommt. Halt, nur halt, nur noch das wahre Ending fehlt noch. Und dann haben wir tatsächlich alle Zwischensequenzen, aber halt das mit den ganzen Charakteren, Gesprächen haben wir jetzt alles. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge von Sword Art Online Fatal Bullet. Ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, aktiviert doch die Glocke und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ab nächster Folge geht es dann los mit den DLCs und danach mit dem wahren Ending und der Platin-Trophäe. Bis dahin und ciao.